これは天使と悪魔、二つの願いを持つ少女の物語。自分のための願いと相手のための願い、二つの反する思い。少女が選んだのは自分のための願いでございました。さてさて、物語の行方はいかに。ご機嫌うるわしゅ、折紙様。今宵もようこそいらっしゃいました。一つ目の願いは楽しんでいただけましたか。満足した。まさか本当に正夢になるとは思わなかった。ほうほう、それは何より。折紙様に楽しんでいただけて自分も嬉しい限りでございますね。はい。目が片方開いている。昨日は両目を包帯で覆っていたはず。ああ、これでございますか。折紙様の願いの行く末を見届けるためにございます。気に障るようでしたら覆わせていただきますが。別に構わない。それより、あなたは三つの願いと言った。あと二つ願いが叶えられるということ。さようでございます。次の願い事もどうぞ遠慮なくおっしゃってください。本当？それなら次の私の願いは。指導に裸で監禁されて首輪をつけられ、欲望のままに蹂躙されたい。だからダメだってば。また現れた。私を間違った考えに誘導する悪魔のささやき。誰が悪魔ですか。いや、識別名的にはそうかもしれないけど。とにかくそんなの願っちゃダメだよ。私、これが正夢になるって分かった以上、もっと慎重に願わないと。この上なく慎重。優しい指導も好きだけれど、たまには激しくされたい乙女心。どこが乙女なの。完全に昨日の願いより悪化してるよ。いきなりそんなこと言い出したら五日君に惹かれちゃうよ。せめてもっとマイルドな願いにしようってば。あなたの言うことも一理ある。つまり、ただ監禁されるより能動的に動けるよう、指導のメイドとして使える方が良いということ。え？そして身の回りの世話をしていく中、ある日メイド折紙は指導の大切な食器を割ってしまう。メイドの給金ではとても弁償することはできない。はじばるお仕置き、蔵に監禁されたメイド。指導は憂鬱の笑みを浮かべながら。結局同じじゃない。結論は出た。早速願いを叶えてもらう。ちょっ、結論が出たようですね。では願いをお聞かせ願えますか。私は指導のメイドに。五日君に恩返しがしたいです。おほう、昨日とは異なり随分とまとも。あーいえ、失礼。もしやもう一人の折紙様ですかな。なるほどなるほど。
よろしい。折り紙様の願いには違いありません。自分がポンと叶えて信じましょう。明日は素晴らしい願いを持つ折り紙様が指導様を幸せにしてあげられるようにいたしました。では自分はこれにて、またの機会にお会いいたしましょう。待って、私はまだ何も。やられた。まさか体の支配権を奪われるなんて。指導への恩返し、悪くはないけれど、ずいぶんぼんやりとした願い。一体何が起こるというの。もしもし、いつかくん？ごめんね、こんな朝早くに。ちょっと相談したいことがあるんだけど。あのね、見てもらえばわかるんだけど、電話だと説明しづらいっていうか、もし時間があったら会えないかな。うん、ありがとう。昨日と同じ場所で待ってるね。やあ、いつか指導。ああ、そうなんだ。おかげさまでね。もう片方も近いうちに包帯が取れるだろう。自分を気遣ってくれるなんて嬉しいな。もちろん指導を探していたんだ。折り紙についてなのだけど。そう、折り紙の様子がおかしいんだ。まるで別人のようだった。今まではどこか冷たく、指導以外は興味がない感じだったけど、今は控えめで言葉遣いが丁寧になっていてね。うん、何か心当たりがありそうだね。ならばこの件は指導に任せるよ。あなたならばどんなことがあっても驚かずに折り紙を受け入れてくれるだろう。ああ、時間を取らせて悪かったね。折り紙を頼むよ。くれぐれもね。
く。怒らないよね。あ、うん、なんでもない。あ、そうだった。いつかくん、今の私は元の世界の私とこの世界の私が統合した存在だって知ってるよね。私ともう一人の私の意識は混ざり合っているような状態なんだけど、今日朝起きてからもう一人の私の意識がすごくおとなしい気がするの。だからこっちの私が顕在化してて、そこまで深刻な事態じゃないと思うんだけど、ただどうすれば元に戻るのかわからなくて。気がするの。そう、もう一人の私じゃなくて、私が。確かに私の願い、うん、覚えてる。その確か私は五日くんに恩返しがしたいって。本当にとっさで、私が変なことを願おうとしてたから弾みで。でも五日くんに恩返しがしたかったっていうのは本当。昨日のことだけじゃなくて、お父さんやお母さんのことや私を止めてくれたこと、ちゃんとお礼ができてないなって思ってたから。
ゃなくて強引に腕を引っ張られたから、てきりもっとすごいこと要求されちゃうのかと思って、首輪をつけて監禁とか、メイドさんお仕置きごっことか。そうだよね。やだ私ったら。五日くん、何頼む？言われてみれば確かにそうだね。じゃあ私も同じものにしようかな。食べたいから。なんでもない。っていうか、それを言ったら五日くんも昨日と同じハンバーグじゃない。そんな、いいの？じゃあ、その、いただきます。不思議な気分私たち何してるんだろうね。でも楽しい。やっぱ五日くんの言う通り、ちょっと恥ずかしいね。
なんていうか、今日はごめんね。私の都合に巻き込んじゃって。休めば大丈夫だから気にしないで。え？大丈夫だよ。ちょっと五日くん、重いでしょ。無理しなくていいから。重いんだったら、君ってたまにカッコつけたセリフ言うよね。うん、でも五日君が言うと本当にカッコよく聞こえちゃう。ごめんね、私五日君に迷惑かけないって決めたのに。無理しないで下ろしてくれていいよ。ごめん、なんでもない。大丈夫。多分果たせたと思う。これでもう一人の私の状態が元に戻るかはまだわからないけど。覚えてるわけじゃないから、本当にそれが原因なのかはわからないけど。
神様。うん、確かに何かがあったような、誰かがいたような。ごめん、よく思い出せないや。確かにあるかも。うん、ありがとう、五日くん。最後に一つだけ。私が顕在化するかもしれないから、今のうちにその膝枕を。やっぱり何でもない、忘れて。熱出ちゃいそう。